紙芝居の始まり始まり。磯子の昔話、踊り畑。脚色、脚本、絵、片岡直子。ガタン、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 ガタン。普通電車、裏が行き、次は屏風が裏に止まります。さあ皆さん、ここはどこでしょう。そう、京浜急行の中ですね。でも窓から外の景色が見えませんね。はい、その通り、トンネルの中だからです。トンネルを出ると間もなく屏風ヶ浦、その次が杉田です。さて、このトンネルの上の山は昔こんもりとした森で、ちょうどこの真上のあたりに畑がありました。まだ京浜急行が通ってなかった頃のことです。では、その畑に伝わるお話の始まり始まり。よっこらそっと、あ、よっこらそっと。ある春の日のこと、山道を登ってくる模索どんを、この山に住むいたずら狐が見つけました。あ、模索だ。相変わらず真面目腐った顔してるな。声おけを担いでくさいったら、これが本当のくそ真面目だな。よし、ついてってみるか。畑には秋に撒いた麦がすくすく芽を伸ばしています。さあ今日も一日え頑張るぞ。ほうれ、ふんとこせ、ふんとこせ、ふんとこせ。模索どんは脇目も振らずに麦を踏み続けます。丈夫な麦になれよ、ふんとこせ、ふんとこせ。太陽が頭の上に上がって、狐がすっかり退屈してきた頃、さて昼飯にするか。ではいただきます。うん、うまい。模索丼は口いっぱいに握り飯を頬張りました。そういえば腹減ったな。狐がため息をついていると、今日は富士山がよく見えるな。この眺めが何よりのごちそうだ。え、富士山がごちそう？眺めてると腹いっぱいになるのかな。狐は2本の松の間に収まった富士山をじーっと眺めました。じーじーじー、ダメだ、ますます腹減ってきた。すると模索丼はまたがぶり。うん、うまい。杉田梅の梅干しは日本一だ。そしてもぐもぐもぐとした後、それと後ろ向きに梅干しの種を放り投げました。やった、ガリッ、いや硬い、それに酸っぱい、何が日本一だ。さては模索騙したな。梅干しを食べたことがなかった狐はカンカンになってどこかに行ってしまいました。それにしても杉田梅は種まで酸っぱいんです。西の空が赤く染まり始めた頃、模索丼はようやく足を止めました。やれやれ、そろそろしまいにするか。暗くなる前に帰らないとおっかさんが心配するからな。さて、その帰り道のこと。はあ、苦しい。見かけない女の人です。どうされた？大丈夫か？急に胸が苦しくなって。しっかりしなさい。水を差し上げよう。
模索どんは水筒の水を女の人に全部飲ませてやりました。しばらくして、ふう、もう大丈夫、ありがとうございました。お礼にちょっとうちに寄ってってくださいな、すぐそこですから。え、こんな山の中に家がありましたか？ええ、近頃別荘を建てましたの。この辺りは静かで景色も美しいんですもの。ふふふ。なるほど、確かにその通りだ。模索どんは感心してちょっと新しい別荘を見てみたくなりました。ほーら、ここですのよ。そこは赤や白の梅の花に囲まれた小さな屋敷でした。どうぞお入りください。ありがとう。でもおっかさんが心配するからもう帰ります。そうですか。では一曲だけ私の踊りをご覧くださいな。私町で踊りの師匠をしておりますの。春のお山に梅が咲く、ほーほけきょ。歌につられてうぐいすが鳴き始めました。枝にはうぐいす、ほーほけきょ、けきょけきょけきょ、ほーほけきょ。模索どんもなんだか心がウキウキ、手足がムズムズしてきました。ほーら、模索どんもご一緒に一曲だけ、一曲だけでござんすよ。春のお山に梅が咲く、枝にはうぐいすほうほっけきょ、けっきょ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 、ほうほっけきょ。模索どんは師匠を真似て一生懸命手足を動かしました。春のお山に梅が咲く、枝にはうぐいすほうほっけきょ、けっきょけっきょけっきょ、ほうほっけきょ。真面目な模索どんは踊りを習うのも真剣そのものです。その時、お師匠様、お師匠様、あらいらっしゃい、これはみんな私のお弟子さんたち、さあさあ、あ、みんなで一緒に踊りましょう。春のお山に梅が咲く、枝にはうぐいすほうほっけきょ、花見は妙法寺、梅の実、梅干し、梅の種、春のお山に梅が咲く、花見は妙法寺、梅の実、梅干し、梅の種。ほうほう、春の山に梅が咲く、枝にはうおい、なんか聞こえるぞ。ふんとだ、模索どんの畑の方からだ。おい、模索どんかーい。返事はありません。もう真夜中です。模索どんがちっとも家に帰ってこないのを知って近所の人たちが探しに来たのです。おお、月が出るぞ。模索どんだ。一体何してるんだろう。春の山に梅が咲く、花見は妙法寺、梅干し梅の梅の種、梅の種、あ、梅の種。そこにはフラフラになりながら一心に踊る模索どんの姿がありました。模索どん、模索どん、どうした。あ、提灯の明かりに浮かび上がるいくつもの黒い影。ありゃ、なんだ、狐、大変だ、模索どん化かされたんだ。うー、模索どんは畑の土の上にばったりと倒れてしまいました。模索どん、模索どん、しっかりしろ。
担ぎ込まれた模索丼はその後3日間眠り続けましたが、4日目の朝、何もなかったように目を覚まし、また畑に出かけました。模索丼の畑はみんなから踊り畑と呼ばれるようになりました。模索丼はあの日の出来事を何にも覚えていませんでしたが、おや、いつ覚えた歌だったかなと、時々鼻歌を歌いながら前よりもっと元気に畑仕事をしたそうです。トンネルの上は今ではこんな風に団地や家でいっぱいです。踊り畑のことを覚えている人はもうほとんどいなくなってしまいました。キツネはどこに行ったでしょうか。おしまい。